こんにちは、ベルベル人よほど店スタッフの岡部です。本日は僕がご紹介します。これから、紹介する商品は、明日の12月12日の21時アップ。詳しい、お値段とか、お問い合わせなどはベルベル人ウェブストアの方に、お問い合わせください。で、詳しくは概要欄の方に、掲載しますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、ご紹介します。はい、まずは T シャツですね。ラッセンの T シャツになります。ラッセンといったら長野ですね。芸人さんの長野さんです。で、ラッセンタグの、ラッセンのプリントですね。で、表記は LXL サイズなんですけど、ちょっとちっちゃめです。 XL、ちょっと古めの XL ぐらいのサイズ感ですね。僕だとちょっとちっちゃいです。で、なんかこう着丈も短めで、90年代のボディで言うと、M サイズぐらいかなっていうサイズ感です。でも非常にプリント可愛らしくて、シャチが泳いでるプリントになってますね。で、下に宇宙があります、なぜかです。はい、で、こちらで、12,800円と書いてあります。はい、続いてはこちらですね。007の T シャツです。映画の007の T シャツになります。で、後ろに The World is Not Enough って書いてありますね。で、こちら、ゴールデンアイっていう作品の時のやつですね。はい、タグがこちら、ブルーグレープのタグの L サイズです。ちょっと見えづらいんですけど L サイズです。で、 L サイズなんですけど、このブルーグレープのボディが、ちょっと大きめなので、肩幅結構あると思います。で、着丈がそんなないタイプなので、すごく着やすいボックスシルエットになってます。今年も、公開されましたね、最新作。僕も早速見に行ったんですけど、めちゃめちゃ最高でした。はい、はい、こちらで、15,800円と終了になります。はい、続いても映画 T ですね。タイタニックです。タイタニックの、ポスターデザインというか、一番有名なデザインですね。で、タグがフルーツオブザルームの M サイズです。で、コピーライトもしっかり入ってますね。99年ですね。はい、で、 M サイズなのでちょっとちっちゃめなんですけど、女性の方にもすごくおすすめかなと思います。ちょっとそのタイタニックの時代を映したような、こうなんか なんていうんですか、こうモノトーンじゃない、こういう雰囲気のあるこうプリントになってますね。はい、で、ダメージもなく状態もいいかなと思います。こちらで、はい、19,800円と商品になります。はい、続いては、はい、プレイボーイの T シャツですね。で、プレイボーイタグがついてて、で、サイズが一応 XL です。で、コットンポリのボディですね。で、 XL なんですけど、こちらも XL なんですけど、そこまで大きくないです。なので、1枚でこう綺麗めに着るにはすごくいいかなっていうサイズです。90年代のボディで言うと L サイズぐらいかなと思います。これちょっと特殊で、袖がちょっとその切り返しというか、これが裏地がついてます。袖だけですね、グレーの切り返しついてますね。で、ワンポイント、ここバニーマークというか、プレイボーイのマークが入ってます。非常にクールな1枚かなと思います。はい、こちらで9,800円と終点になります。はい、続いては、はい、ブルースのアーティスト、マディ・ウォーターズの1枚ですね。で、タグがこちら、90年代のフルーツ XL です。で、こちら、ブルースとかジャズの、アーティストにフューチャーした、ギアインクっていうシリーズのものになりますね。で、こちら92年のプリントですね。で、マディ・ウォーターズって比較的出てこないかなと思います。ブルースのアーティスト自体がそんな出てこないですね。結構主にジャズのアーティストが多いのかなと思います。で、結構そのフォトのクオリティが高くて、で、白一色のプリントなんですけど、こう濃淡というか、こうプリントの薄い濃いが細かく表現されている、非常にいいプリントですね。だ、 XL なんですけど、 XL なんでちょっと大きいです。着丈もある、フルーツオブザルームのボディなのでちょっと大きめなんですけど、裾をインとかして
もうかっこいいかなと思います。はい、こちらで15,800円と消費税になります。はい、続いてはですね、ユニバーサルタグがついてるユニバーサルのアトラクションのものになりますね。スナイドリーウィプラッシュかな、このキャラクターがいるんですけど、それのユニバーサルスタジオ、アイランドオブアドベンチャーって書いてあるので、多分アトラクションの T シャツかなと思います。裏はマムジー でサイズ感なんですけど M ですね、 M サイズですね。まあ、ちょっとちっちゃめなんで、ちっちゃめで着丈もないんで、まあ、女性の方非常に可愛らしいプリントなのでおすすめですね。はい、こちらで9,800円と消費税になります。続いてはこちらですね、ダークナイトのジョーカーのプリントです。で、黒ボディに白の、白のプリントで、はい、でこちらダークナイトタグがついてる、サイズが 2XL ですね。 2XL なんでかなり大きめです。僕でもかなりゆったり着れるサイズ感かなと思います。まあ、シンプルな配色ですけど非常にかっこいいプリントかなと思います。こちらで12,800円と消費税になります。はい、続いてもダークナイトのジョーカーです。でこちら後ろ姿で、手にこうジョーカーのカードを持ってたりとか、まあ、こうポスターデザインで使われたデザインですね。でタグがこちら、アルスタイルタグだったかな、アルスタイルタグの L サイズですね。こちら結構あの2000年代の、まあ、T シャツなのでサイズいいかなと思います。まあ、着れる、非常にいいサイズで着れる方多いんじゃないかなと思います。はい、こちらで29,800円と消費税になります。はい、続いても、はい、ダークナイトのジョーカーです。で こちらは、顔がドンっていうパターンですね。で非常に有名な デザインですね。はい、でこちらもダークナイトのタグのタグがついたサイズ表記ちょっと抜けちゃってますね。でおそらく、L サイズから、まあ、L サイズかなっていう感じですね。サイズ感は、はい、非常にかっこいいプリントかなと思います。はい、こちらで19,800円と消費税になります。はい、続いてひまわりの T シャツになります。ひまわりなんですけど、中が陰陽になってますね。陰陽のマークがひまわりの中に入ってます。でタグがこちら、フルーツオブザルームの XL です。はい、非常になんかいいデザインですね。XL なんで、まあ、かなりゆったり着れるサイズかなと思います。まあ、ひまわりといったら、まあ、夏なんで、夏にこうゆったりさらっと大きく着るのがいいかなと思います。はい、こちらで7,800円と消費税になります。はい、続いてはスターウォーズの T シャツになります。でタグがこちらですね、ジャージーズの、サイズ表記ちょっと切れちゃってる、見えないんですけど、おそらく XL かなと思います。はい、でこちらあれですね、エピソード1のゲームの時のやつですね。僕も遊んでた覚えがあります。で任天堂64でこのゲームがレースゲームなんですけど、このその時の T シャツかなと思います。スターウォーズエピソード1、まあ、スターウォーズレーサーって書いてありますね。非常に懐かしい1枚です。はい、こちらで12,800円と消費税になります。はい、続いてはアートティーですね。MC エッシャーのプリントになります。で裏面も入ってるし、脇下の部分ですねにも細かくこう入ってる T シャツになります。かなり前面に入ってますね。でこちら、まあ、MC エッシャーだと有名じゃないかなと思うアンダジアの L サイズ表記です。はい、でこのプリントなんですけど、 MC エッシャー の T シャツの中だったら結構珍しい方かなと思います。僕も見たことないパターンがあったりするのでかなり珍しいんじゃないかなと思います。まあ、種類も多いのでコレクションにしてもいいかなと思います。はい、こちらで19,800円と消費税になります。はい、続いては、
ベースボールシャツですね、セントルイスカージナルスのベースボールシャツになります。でタグがこちらチャンピオンの、L サイズですね。メイドイン USA です。はい、まあ僕は結構ベースボールシャツとか着るんですけど、まあ、着方としては結構パーカーとか中に挟んだりとか、まあちょっと色の違うロンティーとか挟んだりとかして、まあ、さらっと着るのがいいかなと思います。はい、でまあチャンピオンボディなのもすごく嬉しいポイントかなと思います。裏にはまあ背番号とか入ってないので着やすいかなと思います。はい、こちらで7800円と消費税になります。続いてはラルフのボタンダウンのシャツですね。でこちらがタグになります。でシルクとリネンの、混合素材の L サイズですね。で色がまあちょっとそのグリーン、薄めのグリーンになってます。でリネン素材なのでまあちょっとテロッとした感じとか、まあ、ドレッシーな感じがあって非常にかっこいいかなと思います。まあ大きめに着てもいいですし、まあ、なんかこうまあ結構時期的にはもうちょっと暑くなってから着るのもいいのかなと思います。はい、さらっとした感じがすごくかっこいいかなと思います。はい、こちらで、6800円と消費税になります。はい、続いてはこちらですね、プリントネルですね。でタグがこちら5ブラザーズの、サイズが18、大きめですね。まあ LXL 表記で言うと、まあ、XL かなと思います。結構大きめですね。僕でも全然着れるサイズかなと思います。でパターン的には赤に、ネイビーと白の差し色が入ったチェックになります。まあ、このままで着てもかっこいいですし、まあ、なんかパーカーとか挟んでもかっこいいのかなと思います。はい、こちらで7800円と消費税になります。はい、続いてはこちらですね、黒ボディのチャンピオンの、まあ、90年代の、まあ、XL のスウェットですね。クールネックのスウェットですね。でチームもののプリントが入ってるんですけど、まあ、裏は無地だったりとか、まあ、黒なんて非常にかっこいいかなと思います。まあ、リバースウィーブの良さもあるんですけど、こういったちょっと90年代のチャンピオンの良さもあって、まあ、こう着丈がそんなに長く なかったりとかするので非常にいいかなと思います。サイズは XL なんで僕でも結構いい感じに、ちょっとちょいゆるぐらいで着れるサイズ感ですかね。はい、まあボディカラーも含め結構おすすめだと思います。はい、こちらで7800円と消費税になります。はい、続いてはニューヨークメッツでナイキのボディのセンタースッシュのフーディーですね。ナイキのタグで、まあこちらそんなに古くはないんですけど、おそらく2000年代ぐらいのパーカーだと思うんですけど、非常にかっこいいですね。黒ボディにまあメッツのこうプリントが入ってて、まあメッツといえば青とオレンジのチームカラーなんですけど、まあ黒ボディっていうのが非常にいいポイントかなと思います。普通にこう物として着やすいですし、 L サイズなので僕でちょっとジャストめに着れるぐらいくらいかなと思います。はい、こちらで7800円と消費税になります。はい、続いても、ニューヨークメッツの、こちらはコピーライターって言って90ちょうですね、1990ちょうどの、ニューヨークメッツの、パーカーになります。まあ、さっき言った通り、そのやっぱチームカラーが青とかオレンジなので、まあ、こういうボディカラー青のパーカーが非常に多いのかなと思います。でもこのフーディっていうのがやっぱなかなか出ないですね、古いのものになると。でこちらラッセルタグの XL になります。メイドイン USA ですね。はい、でメイドイン USA でラッセルで、そのスウェットの形的には丸型です。なので非常に着やすいかなと思います。今の時期だとこうインナーにしてもかっこいいかなという、はい、1枚ですね。ニューヨークメッツ、まあこう地名がやっぱいいですね。僕も結構好きですね、このメッツとかは。はい、こちらで7800円と消費税になります。はい、続いてはリバースイブですね。こちらは、はい、グレーボディに、グリーンベイパッカーズのプリントが入ってます。
でタグがこちら USSA、まあ、刺繍タグの L サイズです。はい、まあ、グレーボディに、まあ、シンプルじゃないんですけど、まあ、NFL マークとか入ってて非常にかっこいい、ものになります。まあ、結構その NFL あフットボールものって結構あのグッズもやっぱ多いのでこういうのも出てくるんですけど、まあまあ、結構ガチャガチャしなくて、まあ、こういうシンプルな感じ、まあ、3段プリントっていうのがやっぱやばいかなと思います。でこちらで 15,800 円と商品になります。はい、続いてもチームもの NFL のセントルイスラムズのプリントになります。でこちらリバースイーブのこちらもメイドイン USA 刺繍タグの L サイズですね。でボディカラーは青で黄色のプリントが入ってます。はい、でプロラインってこのなんかこうタグがつくとなんかそういうのが多いんですか？こういうプリントが多かったりとか、まあその NFL ものだったらこういうプリントあのタグがつくとか、まあバスケでもつくんですけど、まあ、こういったオフィシャルのウェアなんですけど非常に可愛らしいですね。まあ、こういったこうアメリカーナなこう雰囲気漂 う, もうスウェットも普通に着ててかっこいいかなと思います。ボディカラー青なので、まあ、ジーンズとかも相性良さそうですね。はい、はい、こちらで 15,800 円と商品になります。続いてもリバースイーブですね。リバースイーブのこちら、90年代の刺繍タグの L サイズです。メイドイン USA ですね。でこちら、染み込みの赤のプリントになってます。で状態なんですけど、まあ、ちょっと染みがあったりとかはするんですけど、まあ、雰囲気よく着ていただければなと思います。で L サイズなので僕で、まあ、ちょっと僕だとちっちゃいかなっていう感じなんですけど、まあ、僕でジャストぐらいかなっていうサイズ感です。はい、こちらで 12,800 円と商品になります。はい、続いてもリバースイーブです。はい、こちら刺繍90年代の刺繍タグの L サイズです。メイドイン USA ですね。でこちらはラバープリントですね。ラバープリントの、一段でこちらまあ状態はすごくいいかなと思います。大きなダメージもないですね。でサイズ感も、まあ、サイズ感で言うとさっきのやつの方が若干大きめですね。ちょっと縮みがあるかなっていう L サイズだと思います。はい、こちらで 12,800 円と商品になります。はい、続いても、リバースイーブなんですけど、こちら、プリントのタグの、まあ、80年代ですねの M サイズです。メイドイン USA ですね。はい、でこちらちょっと雰囲気系で、ボロ系というか雰囲気系なんですけど非常にいいボロかなと思います。袖もいい感じに雰囲気入ってるし、まあ、こういったフーディーですね。この辺のフーディーのこの雰囲気ってなかなか普通に着てたら出せるものではないので、非常にかっこいいかなと思います。で3段染み込みの3段プリントでなんかこうフーディーだとここまでギリギリまで入ってるのってあまりない気がしますね。非常にかっこいいです、まあ、M サイズなので、まあ、こうサイズの合う男性とか、まあ、女性の方にも非常におすすめです。雰囲気あってすごくかわいいかっこいい1枚かなと思います。こちらで 19,800 円と終了になります。はい、続いてはチャンピオンのリバースイーブの、スナップフルスナップカーディガンですね。で80年代の、トリコ、プリントタグの L サイズです。メイドイン USA ですね。はい、でフルスナップカーディガンだと、ワンサイズちょっと落として着てもらうのが多分一番いいかなと思います。結構そのフルスナップだとこう羽織った時に着丈がちょっと気になってくるので、通常リバースイーブで XL 着てるよって方は L サイズ選んでもらったりとか、まあ、ワンサイズ落とすぐらいがちょうどいいかなと思います。まあこう開けて着る時に状態サイズ感がちょっと気になるかなと思うので、はい、で状態がここにダメージがありますね。はい、でネイビーカラーの、カーディガンなんで非常に色も使いやすいかなと思います。はい、こちらで 25,800 円と消費税になります。
い、続いて黒ですね。フルスナップカーディアンの黒で、タグが刺繍、90年代刺繍タグの L サイズです。で、黒、まあ、本当に使いやすいと思います。いい色ですね。まあ、黒がちょっと褪せた色になってます。で、ボディの状態的に言うと、ここが、ダメージありますね。その他だと、まあそんなないかなという、まあ、状態はここだけちょっと穴がある感じですね。こちらも L なんで、まあ本当にこう普段 XL とか着る方は結構いいのかなと思います。はい、非常にかっこいいです。はい、こちらで 29,800円と修正になります。はい、続いてはこちらですね。はい、カシミアのニットですね。ちょっとブランドは分かんないんですけど、 L サイズ表記で、スコットランド製ですね。ですごく、上質 なんかカシミア使ってると思うので非常におすすめです。でカシミアでこういった柄っていうのがマジでないですね。で L サイズなんですけど、結構大きめの L ですね。僕でも結構ゆったり着れるような L サイズです。まあ、こうインナーに挟んでてもすごくかっこいいですし、まあ、カシミアなので本当に肌触りがいいと思います。はい、ダメージとか、まあ、状態はかなりいいかなと思います。大きなダメージもないですし、非常におすすめです。こちらで9800円と消費税になります。はい、続いてはモヘアカーディガンですね。タグが こちらマンハッタン、カートコバーも多分着てたとされるブランドですね。マンハッタンタグのメイドインSAで XL ですね。はい、でこちら色もいいですね。ライトイエローというか、すごくいい色です。毛足も程よくあって、でちょっとダメージはここにあるんですけれども、その他やっぱこうモヘアだとダメージはつきものなのかなと思います。でボタンがちょっと結構良くて、革で作ってるくるみボタンになってますね。はい、で袖にこうエルボーパッチがついてるんですけど、まあ裏見たらダメージに貼ってるわけではないので、これ外しても非常にいいかなと思います。はい、まあサイズも僕でも全然着れるサイズなので非常におすすめです。はい、こちらで39,800円と消費税になります。続いてはこちらですね。今だと、まあ、ラスベガスレイダースになるんですけど、この頃だと、まあ、ロサンゼルスかオークランドだと思います。90年代のレイダースのキャップですね。でグレーと黒のツートンになってて、で裏にこうタグがあります。スポーツスペシャリティーズ、いいタグですね。この頃だと結構主流のブランドになりますね。で裏がスナップバックになってて、サイズ調整可能ですね。ですけど、まあ、ちょっとちっちゃめなのかな、まあ、ちょっとおそらくキッズなのかなっていうサイズ感ですね。まあ、ちょっとちっちゃめなので、まあ、女性の方など、まあ、サイズの合う方はおすすめだと思います。非常に、まあ、こう刺繍の感じとかもすごく良くておすすめです。こちらで7800円と消費税になります。続いてはベストですね。こちらタグがこちらですね。70年代80年代ぐらいかなと思います。で XL で、中綿のベストかなと思います。中綿でなんかこう、黒と、まあ、ちょっとオフホワイトみたいな色のツートーンになってます。でウエスタンヨークというか、まあ、なんかそういう雰囲気のあるキルティングじゃなくて中綿のベストになりますね。で非常にこう使いやすいです。僕も結構最近ベストとか着るんですけど、その何かの上、僕だったらパーカーの上とか、まあ、そのコーチジャケットの上とか着てもすごくかっこいいかなと思います。でここにやっぱポケットがあると非常に使いやすいので、こういったベストおすすめですね。こちらで9800円と消費税になります。はい、続いてはこちらですね。オレンジ色の、まあ、ダウンなんですけど、こちらタグがタウンクラフトになります。はい、でサイズ表記がちょっと見当たらないんですけど、おそらく
あ、L サイズかなと思います。僕で多分ジャストぐらいで着れるサイズ感ですね。非常に発色もいいですし、やっぱこの生地だと穴とかつきものなんですけど、そう見当たらずないので非常にいいと思います。こういうポケットの形とかも最高ですね。フラップ付きのポケットというか、でスナップボタンになってて、中はジップになってます。で中もオレンジ色、オレンジになってるので非常におすすめです。はい、まあなんかこう目立つ色なんですけど、まあこう今季は挑戦してみるのもいいのかなと思います。はい、こちらで12,800円と修正になります。はい、続いては、レイダースのスタジャンになります。でタグがこちらですね、スタータータグの L サイズです。で僕らも結構好きで、この辺はやっぱこう、僕はこのタグのボディだと XL 表記を着てるんですけど、 XL で僕で結構ジャストな感じです。で結構こういったスタジャンってジャスト目というかちょっと緩いぐらいで着てもらった方がサイズ的にはすごくいいかなと思います。でこれ L サイズなので、まあまあ僕で XL なので L サイズ結構着れる方多いのかなと思います。ちょっとそのピタッとしたぐらいがすごくかっこいいです。なんかパーカーとかも挟んでもいいんですけど、それでなんかちょっと着丈がどうしても短いので、そういったスタイルとかもすごくハマるかなと思います。はい、こちらで25,800円と商品になります。はい、続いては、野球のこうスタジャンですね。スタジャンなんですけど、素材がコットンですね。コットンのスタジャンで、タグがエベッツフィールドですね。エベッツフィールドの L サイズです。でエベッツフィールドのこれなんですけど、1910年代にあったチーム、ブルックリンティップトップっていうチームがあるんですけど、それのまあ復刻デザインというか、それを復刻した80年代ぐらいのジャケットにはなるかなと思います。でまあブルックリンっていう文字もすごくかっこいいですし、はい、サイズも僕でちょっとジャスト目に着れるぐらいかなと思います。非常にかっこいいですね。はい、まあメイド USA で、まあ80、こういうなんかなんていうか古めかしいのをちょっと再現しているようなところもすごくかっこいいかなと思います。はい、こちらで39,800円と商品になります。続いてはですね、519構図の、まあ、グレーカラーですね。で、タブはここにあります。はい、白タブになってますね。でサイズが3032ですね、ウエストは30でレングスが32です。ちょっと長めなんですけど、まあ、やっぱこうちょっと溜めて履くか、まあ、ちょっと裾上げしてもいいのかなと思います。519構図なんで、まあ、スリムフィットになってて、まあ、丈上げしてもシルエットは変わらないので、それも選択肢としてありかなと思います。色もすごくいいですね。状態もいいですし、あ、ちょっとここだけ小傷が、ちょっと傷があります。はい、その他は状態いいかなと思います。こちらで7,800円と消費税になります。はい、続いて、505ブラックですね。非常に色濃いですね。はい、こちらでタグが、まあ、3432なんですけど、実寸で3233です。で非常にこう色がまだ残っている状態なので非常におすすめです。まあこれ泡なんか33あるので、まあこうこれも丈上げしてもいいですし、まあそのまま履いても、まあ、ちょっと大きめに履いてもいいのかなっていうシルエットですね。非常にかっこいいです。はい、こちらで15,800円と商品になります。はい、続いても黒のデニムなんですけど、こちら、509のブラック、ブラックですね。で3230で実寸が、3230です。同じですね、3230。509ブラック非常に珍しいと思います。色はそんなに濃くはないんですけど、雰囲気ある黒ですね。黒がやっぱ色落ちしたいい 色だと思います。まあ、3230、まあ、僕はちょっと履けないんですけど、まあ体の線に沿ったシルエットになってて、シルエットもかなりいいかなと思います。はい、
こちらで1万5800円と商品になります。はい、続いてはこちらですね、501の US、US メイドで、メイドイン USA、 メイドイン USA ですね。はい、タグがこちら3432のメイドイン USA ですね。はい、でこちら、まあ、ヒゲがすごく大きく入ってて、すごく雰囲気いいですね。こういう濃淡の部分とか、まあこう作ろうとして作り出せないような雰囲気なのかなと思う一本ですね。非常にかっこいいです。で、サイズ実寸が3333なので、まあちょっとそのレングスは長めなんですけど、非常にかっこいい一本かなと思います。はい、こちらで1万2800円と商品になります。続いては501の、66前期ですね。かなりダメージが雰囲気あって非常にかっこいい一本ですね。で細かく見ると結構ヒゲとかもこう濃淡がすごくはっきりしてて非常に雰囲気いいですし、まあダメージがちょっとあるので、まあポケットとかもダメージあったりして、ちょっと直しは履いていただく時には直しが必要かなと思うんですけど、まあサイズも3226ですね。まあ女性の方ちょっと太めに履いてもいいのかなっていうサイズ感ですね。はい、結構3226って、まあ、レングスがちょっと短めなんですけど、非常こういうなんかこうレングスっていうのはあんまりないので非常におすすめです。はい、全体的に非常に雰囲気いいですね。はい、こちらで5万9800円と商品になります。はい、続いてはこちらですね、517ビッグイです。517ビッグイ、まあビッグイなのでストレートシルエットになっていて、非常に雰囲気もいいですね。程よくこうひげが入っていて、ダメージはあるんですけど、すごくかっこいい一本かなと思います。まああとこれサイズが実寸で3、ウエストが35とレングスが35で、結構レングスが長いので、レングスが長いんですけど517のビッグイなので、まあこう丈上げしてこうしてもシルエット的には問題ないので、まあ、そういうのも選択肢としてありかなと思います。まあ、こういったちょっとダメージの雰囲気とかもいいのでおすすめです。はい、こちらで2万9800円と商品になります。続いてはこちらですね、505ビッグになります。まあ、ちょっとその結構雰囲気があるというか、ヒゲがめちゃめちゃ入ってるし、まあ、リペアも結構かなり綺麗に直せているので非常にいいかなと思います。はい、こちら裏面がこんな感じですね。でこちらタブが切れちゃってます。赤のタブが切れちゃってるんですけど、まあ、裾のステッチ裏が、まあ、シングルになりますので、ビッグイで間違いないかなと思います。まあ、こういったちょっと何かを入れてたポケットのこういうシルエットだったりとかもすごく吸引機ので非常におすすめです。サイズは3232ですね。結構いい感じで履ける方多いんじゃないかなと思います。はい、はい、こちらで5万9800円と商品になります。続きましてこちらですね、501WX ですね。 WX の片面になります。ちょっと見にくいんですけど片面ですね、裏ないですね、片面タイプになります。はい、でこちらオールイエローステッチなので47モデルですね。でダメージもここだけだったりとか、まあ細かく言うと結構あるんですけど、大きなダメージというか、まあこう雰囲気で見ていただけると非常におすすめかなと思います。まあヒゲもちょっとまあこう薄くはありますけど入ってたりとか、非常にこう色のグラデーションで言うとかなり雰囲気がいい一本かなと思います。はい、でまあなんかサイズも、3031ですね。こちらも結構需要あるサイズ感かなと思います。細身にも履けるし、まあこうなんか日本人の体型に合ってるサイズ感なのかなと思います。まあ綺麗めに履いてもいいですし、まあなんかこう
雰囲気もいいのでおすすめです。でこちら、15万8000円と消費税になります。WX にしてはやっぱこうリーズナブルな価格にはなってるのかなと思います。非常におすすめですのでぜひチェックしてみてください。僕は結構その本店ではなくてベルベル人用歩道店の方にスタッフとして働いているのでぜひ今後もよろしくお願いいたします。